じゃあ手近なところからまずはモヤッティが秘密を暴露したいと思います。ちょっと待って。はい、透明さん。手近な秘密、それはやばいぞ。やばい匂いがプンプンするぜ。別に透明さんにはバラされて困る秘密なんて何もないでしょ。本気になった時はパンツ一丁らってことぐらい。今混じったね。パンツ一丁と一丁らが混じったね。雰囲気は間違ってないんだけど。お前の秘密なんて全世界でお前くらいにしか興味持たれてないぞ。先生、そんなことはないよ。モヤッティも建前程度には興味あります。た興味ないよりさらにひどいよ、モヤッティ。この前見たんだ、モヤッティ。パリッとしたアイロンかけたてのパンツとちょっとヨレッとした真っ赤なバラの花束、その花束だけがなぜか翌日ここのゴミ箱に。ドロキー。透明さん、さては本気出して告ったね。告わからないな、そんな若者の言葉。何のことかな。モヤッティ、やめてあげなさい。大人には自分の胸だけにひっそりと咲かせておきたい秘密だってあるものだ。先生、きっとこういうことだ。全羅君はいつ来るとも知れない相手を座ることもせずに待ち続け、結局数時間経って思いは叶わなかった。告白した上で玉砕したのか、告白することさえ叶わなかったのか、それはわからないが、ブールワーン。うわ、どっちにしても切ないね。こんなこと本人以外には興味ない話なんだから放っておきなさい。うん、モヤッティ、全力で放置するよ。それにしてもすごいな、先生の推理力は。安楽椅子探偵ってやつだね。言い過ぎだよ。でも残念、本当の秘密はモヤッティが肩こりひどいってことでした。え？肩？え、どこ？